ース様？ん？やっぱりリース様だ。よくぞご無事で。あなたはライザ、無事だったの。シッ、大きな声を立ててはいけません。ラバリース様、実は生き残ったのは私だけではありません。おい姉ちゃん、酒持ってこい。はい、ただいま。山の中腹にある眠りの花畑を目指しましょう。この山には魔物がいるので十分に気をつけてくださいね。ああ、わかった。早く仲間に会えるといいな。止まれ、そこで。これで早く次に行きましょう。なしだぜ。ここです。注意してください。もうすぎ。まだまだこのくださいこれで。私たち強くなったのね。行きましょう。皆さん力を合わせて頑張りましょう。合わせるかしら。ダブルアタック。これでいい調子。そこ、全身に力がみなぎってくる。絶好調ね。俺一人で十分だ。ドラム打ち込みの技です。エハジラ、やるぜ。よく調子、いい調子。そこ、ステージ喜んでないで酒を急ぐぞ。行くぜ。Thank you.
者を抑えてください。よし、ダイヤミサイル、よし、ダイヤミサイル、ホーリーボール参ります。本気で行きます。風よ、よっしゃー、早く次に行きましょう。これは眠りそうな葉。ここはリー様、気がつかれましたか。ここは秘密のアジト、ナバール盗賊団に占領された城を奪い返すため準備を進めているところです。ナバールが攻めてきた日、私たちは連れ去られるエリオット様を追いかけて城を、風向きが変わって目を覚ました時にはすでにエリオット様の姿は。いいのよ、みんなこうして生き残ってくれたんだから。リース様、ではお仲間の皆さんがお目覚めになったら向こうの部屋にいらしてください。ジー、落ち着いて。どうすればローラント城をナバールの手から取り戻せるかしら。このに…すみません、わしは…おお、そうじゃ、ドンペリ。そうです、はい、かつて竜帝との世界大戦の時に。その方は今どこに。それがですな、人間ではないのですじゃ。早速探しに行ってみましょう。お待ちくだされ、このボックルは大の人間嫌い。まとも…で、どうすれば。賢者ドンペリは人間の格好で言ってもあってくれ、ちびっこハンマーと言われる秘宝がバイゼルにあるとき。
れ、ボンボヤジの大砲と同じだ。ボンボヤジを知ってるんですか？彼のいと俺たちをバイゼルに飛ばせるかい？お安いご用です。準備はいいですか？商品揃えてるよ。お目が高い。またのお越しを。いらっしゃい。何が欲しい？でも意外とつまらんもんだね。ハンマーが手に入ったし、準備万端ね。早速ラビの森に行ってコロボックルの村を探しましょう。乗るかい？一人でも十分だな。ああ、私が倒します。
皆さんは休んでいてもいいですよ。行きましょう。これで全然手応えがなかったわね。これでいけるのか。見かけないやつだな。おお、今度この村に越してきたんだ。何か人間の匂いがするぞ。おお、人間のバカにくっついてきただろうな。そうか、人間のバカにか。そいつは。ところでお前、賢者ドンペリ様はどこにいるか知ってるか。さあね、自分で探してみ。こうなったら村中の人にドンペリのことを聞いて回ろう。本当は人間だって。ところがよ、慎重にね。様なんてどこにもいないぞ。いるさ、わしじゃよ。なんだって？さっきはどこにいるか聞いても教えてくれなかったってのによ。あの時わしは歩き回って。どうした？声が震えておるぞ。ところでドンペリ様、噂じゃローラントのコロボックル村でネズミが大発生して、ネズミたちにコロボックル村が占領されてしまったらしいよ。同じコロボックルとして放っておけないと思うんだけど、村を取り。ほうほう、それはまず風のせい。おいおい、人果たして。あんた、風の流れは常に変わるものじゃ。
ま風が乱れ出した。ローラントの山の中腹から枝分かれした風神像の向きを変えれば風向きが変わって通路の奥に風のマナストーンがある。あとは眠りの花畑で神の力を。なんだよ当たり。それにほれ、お主人間は嫌いじゃが、からかって悪かったが、
ここは私に任せて。全身に力がみなぎってくる。絶好調ね。また強くなったぜ。これ一人で十分だ。見開いてやるぜ。こんなもん。よし、これでしばらく敵と遭遇しないでしょう。参ります。ドラント仕込みの技です。かけない。また強くなれました。もっとお役に立てるよう頑張ります。敵を切らないでいけ。まだまだね。さあ行きましょう。行くぜ。ああ、邪魔する魔物は全部ぶっ飛ばす。みんな行くよ。力を貸して。えいと。力を貸して。簡単に勝てちゃいましたね。